血も涙もなく、ただひたす暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。前進せねばなるまいぞ。御下士よ、志村殿。おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け。
残された道は一つ。敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ、あれが敵将。確保はできています。ここで決着をつけるぞ。戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。何してここへ。武具はない、食料のみ。もう子供誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も
チハルを。サムライ。誰が歯を研いでおった武士か。俺の鎧。壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ。おそらくタチは。ここにはない。いや、私に任せて。ほら隠れろ。殺さないで。ごめんね。ごめんだね。少しなら歩くな。持って行って。たちが欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くっそ、かがんで。Den negum ben. Jut mich bei dir. 行くよ。どうする。こっち。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか。地頭の知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺人か。地頭の老いの。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に捕らわれてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。兼太の木であろう。叔父上を捕らえたことで守り猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ、手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。チンハルゴ、くぐって。鬼畜め。今はこらえて行くよ。
れるところがない。このまま出たらあいつらに見つかっちまう。近場近場。待って、荷車が。今だ。早く。安平だ。屋根に登るしかない。屋根に登り戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。どこかにあるはず。我が名は坂井陣。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。